サバナズ病武士本金寺着色二曲一石、渡辺はじめ教法歴5年7月29日は、京都出身の江戸時代中期の絵師。通称キューバ。狩野の葉や山和絵など多様な様式で描いたが、一般に林派の絵師に分類されることが多い。法永5年頃から、東宮五州やこの絵家に使え、二条家など上流貴族の屋敷に出入りしていた。はじめ狩野派。 ただし画風から経カリノではなく、カノタイの流れを組む江戸カリノに学んだと考えられる。氏は、後に司教の障壁画を、鶴沢丹作が補作していることから、その祖父の鶴沢丹山、あるいは後に述べる渡辺はじめ今祖神同一人物説から、山本祖剣とも言われる。後に、それに飽きたらず、晩年の大型降臨に指示したとする説が有力である。また、宝永年間、 尾形健山の絵付けを手伝っていた、渡辺元信は主教と同一人物であるとする説も、ある。他にも山和絵の画法も研究し、かすがゴンで元気絵巻鴨か絵巻八幡太郎絵言葉などの立派な模倣を残している。この絵や、広志の指導もあって、写生画にも、宣弁をつけ、実証的、客観的な観察に基づく細密な写生を試みた。寺は、 この家の母書でもある西王子。改名は、玉木水賢林誉れ法うん寺。じ。死の画には、修正、仮の破風、林パ風、あるいは大和絵風の作が別々に並存した形をとり、それらが一つとなり、独自の画境として結実されずに終わってしまった感がある。これは死境の被護者であり、かのな信のの絵を特に好んだ、この絵へ広の思考のためと言われる。ただし、 全般的には、リンパ風を思考した作品に有品が多い。光林と比べ、構成的な斬新さに劣るが、色彩の艶やかさが増し、光林から学んだ装飾的手法を写実的に活かす、ことで、リンパの装飾性に生き生きとした、生新しさを加えている。後の丸山王挙は司教の、鳥類新社図巻を模写しており、また同じく司教の作、芭地畜に、 子犬図屏風における子犬や和尚、竹の描写は、技法、図用ともに、王居がと極めて近く、王居が死境から受けた強い影響が伺える。死境の没後、京都画壇には次々と個性的な絵種が登場するが、彼らの絵画表現は、すでに死境作品の中に邦画が現れており、死境は京都画壇交流の先駆的役割を果たしたと言える。ありがとうございます。